えー、国土交通省建設業の監視機関創設へ外国人労働環境でというニュースと自民党会見が持ち越し6日の衆院憲法審査会を断念と、えー、日本だてでいり,りましこの今国会です、ねえー、一体何が一番重要なことだったのかといいますと、えー、一つはまあこの番組で再三お伝えしてきた入,国入管法改正ですね。はいえー それでまあそれと関連する形でこの国交省が建設業での監視機関の創設と要するにその外国人の労働者と言ってますけど現状で言えばえこの分野に労働者を受け入れては本来はいませんからあの実習生ですねえ技能実習生ですねこういう人たちが実習生だということが隠れみのになっているがゆえに。 えー、要するに、賃金最低賃金が補助、ね、されてないとかいろんな問題が起きるそして、えー、年間7000人以上の、うん、この在留資格の人だけで年間7000人以上の失踪者が出ているといういいこの状況をの何とかしなきゃいけないということで、はい、来年の新しい法律施行に合わせて、はい、この監視機関を作るということなんですけどね。うん まずやっぱり本末転倒がちょっとはなはだしいですよねあ<ー>あのもちろんねその外国人労働者の労働環境というものをきちんとその監視や確保しなければいけないっていうのはこれは当然そうかもしれませんけどね、えー、あの何が本末転倒かというと、うん、まさにこの2番目の今、えー、ニューストピックになっていた、えー、本来今国会では重要事項は入管法改正では最重要事項は入管法改正ではなくて、うん、要するに まあ憲法改正ですよね、<ー>それの発議に向けた自民党の会見案を出すべきだったんじゃないかと、たたき台としての、はい、それ全く出せない、うんで、このね、憲法審査会が開かれないからっていうことを言っているけれど、えーうん、そこが問題じゃないはずですよ、<ー>自民党が本当にやる気あったのかってことなんですね、えー、いろんな言い訳はしますけれども。はい そそもそもその憲法審査会を開けないから出せないということ自体にもちょっと嘘がありますよね <laughs> ですからやっぱりねだってねもちろんその人手不足あのいろんな業種で人手不足があるということも確かに大変な問題ですよ。だけど今近隣の要するに日本近隣の環境を見たときに日本国近隣の環境を見たときに。 何が最優先事項たるべきかっていうことはもう分かりきってる話でしょう。うでさっきの,その冒頭たちのところでね最後に言ってたみたいに。えー 空母とも言えないわけでしょでただまあそうは言ってもですねその一応空母を整備しそれからそのおそらくまあ新たなその予算これからですね決めていく予算の中では防衛費もまあそれに従って大きくなっていくっていうことはそれははっきりある程度見えてるわけですよ。だから実質やってるんですよと いうことなんだけれどもでも憲法を解説しない限り、えー、やっぱり日本には制約が多すぎるわけですね、うん、ですからさっきの空母と呼ばないみたいな、はい、まあこういう疑問の上に疑問を重ねるわけじゃないですか、うんうん、その最たるものが自衛隊なんですよね。うん、それを正していこうという今回改憲案すら出せない。でこれはね 憲法審査会が開かれない云々ということもあるけれど、えー、根本的な原因はですね、はい、こういう取り違い要するにこういう本末転倒が起こる根本的な原因の一つは、えー、やっぱり公明党の存在なんですよ。 あまりにも自民党の人たちの話を聞くと、うん、公明党様の意向を、えー、それこそ忖度ですね忖度プラス、ね、やっぱり気を使いすすぎるんですねんで、まあ、やっぱりだからここに来てその、まあ、この番組でも、ねえー、触れてらっしゃる方がいるけれども例えば来年ですね、えーえー、参議院選挙があります、えー、その時に衆参同時をやるんじゃないかという話も出てますよね。でその、まあ、心はとというと、えー、やっぱり 自民党が公明党だけと連立しているという状況がやっぱりいろんな意味でよろしくないですから新たな勢力との連携というものを模索して完全にその3分の2というものをはっきりとさせてその上でやるというそういうことのようなんですけれどもただ私はもちろんそういうふうに環境を整えていくということは重要なんですけど。 これだけ6年以上も経って、うん、今まで国政選挙で何度もその信任を得てでですね、えー、で今、とにかくその史上一番の多数を持っているわけでしょ<ぁ>自民党が議席の上では衆参両方で、えーえー、この環境で突っ込みもしないというのはやっぱり自民党は党としてどうかしていると思いますよ。 ねえそ心あたりがやっぱりねそういう気迫は全く感じられないんですねでこれなんとなく精神論で語ってるようだけどやっぱり精神論なんですよそういう状況を打破していくというのはねそれやっぱり見られないことはもう極めて残念ですね。 そもそもは憲法改正が昔から自民党の党勢たそれで,できたそうて政党ですからねやっと、ね、あのそういう今、そういう気温が高まって議会もそれなりの議席があってうん、うん、しかも、一番肝心な問題はそもそも政治が目的に向かって動くものであって。うん あの集団も大事ですし、しかし時々ね、政治はね、えー、あの場合によって、いつもそういう問題あるんです、うん、目的と集団が、ね、入れ違っちゃうんですね最後はあのじゃあ、公明党を取り込むのはあくまでも集団であって、えー、しかし、公明党を取り込むために、うん、じゃあ、会見を行わせたら、うん、正直、じゃあ。 安倍政権は何のためにまだ6年間であと数年間のそね時間があるんですから、ね、うん、そのならばそ数年間の時間はむしろ安倍政権じゃないとできない仕事を、ねはいうん、この数年間もう徹底的にもやっていくとまあこの政権は歴史に残るというような、それで日本のためにも大きな仕事ができるという。はいうん、そこはね要するに、ね 長期政権の王にして、そういう問題ある、最後は政権維持自体が目的化してはいけない。です、はい、政権維持が、何のためにの政権維持が、そこが。 やっぱり自民党も安倍総理もね、うん、安倍総裁ね、そういう場合はまあきちんと考えなければならないです長さだけ自体には価値はないですもんね。そうでですねでもちろんねその長期政権、安定政権であることのメリットっていうのは他にもありますよ、例えば外交上とかね、えーうん、それあるんですけれども、しかし今最も見失ってはいけないことは、えー、日本国の存立、安全ですよ、これ以上のことはないわけじゃないですか。うん、でそれをやっぱり あのきちんと訴状に挙げられない国会なんていうのはね、えーはい、何のためのものなんだということです、うんうん、でこれは私はね、そのまあ、総裁もちろんですけれども、やっぱり党の議員方ですね、うんえー、御意大切で、うん、やっぱりあんまりこうお利口さんなことを言う人が多すぎますよ、<ー>やっぱりね、本質論をもっとはっきり言う <laughs>、はいえー、元気のいい議員がどんどん出てくるべきだというふうに思いますね。うんうん でそれを、ね、やっぱりマスメディアが潰してしまうからいけないという面もあるけれどしかし今は、ねうんはい、いろんな形で発信の場があるわけじゃないですか、えーえー、だからそれを自分で、ね、やっぱりもっとただし、乱暴に言えばいいってもことじゃないですよ、えー、あのきちんと世の中を説得できるだけの、ねえー、えのを持ってそれで言うということは必要なんですけれども、うんはい、どうもみんなすごく萎縮してしまって。 っているんでですねでそういうその永田町論理でや公明党がどうしたとかね、ええ、そういう話やっぱり多すぎますよ。ええ、でそれと党幹部あたりがねまあなんとなくその腹に別のことを持ちながら言うのはいいんですけれども、ええ、一般の議員まで同じようなことを言いまますからね、ええええまあですからあ今国会が眺めると何か変な気分。 要するに例えば、留国管理法、多くの法の中の一つでしょ。そうですね、あたかもにはあれがメインの仕事になって、えー、要するに憲法改正と歴史から見て、<ー>憲法改正、留国管理法の改正は、うん、もう事件が全然違う。 政治権のね話にとらわれて本来の無言を失ったら、えー、一番まずいという状況です。えーえー、全くご承知の通りですね。でさらに言うと、えー、確かにねまあ、えー、そうは言うものの入国管理法の改正も。 大事ななことなんですよ、うん、要するに今後の日本にとっては、うん、やっぱりここがかなりその後から振り返った時にですね日本の国柄が変容するターニングポイントになったかもしれないと言われるかもしれないな100年後にねでもねそういう自分たちが非常に大事な岐路に立っているとかですねそれから日本そのものの、まあ、それはその国柄も含めた意味での存立ということを左右しかねない。 ところに自分たちがいるという認識が議員の中にやっぱり私は希薄だというふうに思いますね。はい、でよくあの国会の質疑でもですね、まあ外国人の人権はどうなるんだと働きに来る。あるいはその例えば山尾しおりさんなんかがですね。うん 要するにその外国人は家族を帯同しないで、えーまあ、来るという資格になるようだけれどもねやっぱり働いている人にとってはその家族だんだんというのは大事だと彼女に言われたくないないや議場がみんな騒然としてましたよね君が、君が人の家族とよくその平そですよくその表現を選ばれましたね。ですかねそのね、うん、まあそういう、ね、その質疑を見てたら、うん、国民はばかばかしくなるわけですよ。うん この人たちがね、その、えー、我々日本国民のその日本国民益やね、えー、日本国民の幸せを本当に考えて仕事してくれてるのかっていうところをやっぱり、えー、あの疑わざるを得ないですもんね。そうそうそうだからあの状況を見ると。だからこの背後にはやっぱり憲法の問題あるんです、ね。いや全くそうだと思いますね。ただ憲法が最初から読んでも最後まで読んでもですよ。うん、あれね、日本国民のための憲法とは思えないですわな。うんうん、要するに憲法自体が それ日本の国益、日本の尊厳、うん、日本の伝統、日本のね、精神が何も明確にしてないから。うん、こういう憲法の精神のもとで。うん だから、ああいう出てくるんですよ。全くそうですね。<ー>それとね、もう一つちょっとね、えー、付け加えておきますとですね。え,ー、えっと、その問題になっている入国管理法改正ですけれども。え,ー、えっと、多分明日ぐらいに成立するというね、えー、あの、まあ、予想というか、見通しなんですが。えーえー、これはですね、まず一つは。えー あのこの番組にも時々お越しになる櫻井よし子さんが理事長を務めてらっしゃる国家基本問題研究所から提言が出たんですね。<う>であの実はその櫻井さんがあの、えー、と主催というかあのメインのキャスターをされてらっしゃる「言論テレビ」という番組でも、はい、私も櫻井さんとこの件1時間40分ぐらい全部じゃないですけど1時間ぐらい議論しましたけど。はい あのねまあ、問題意識は共有してるんですね、ただその桜井さんの国家基本問題研究所でまず注文をつけたのは、ですね、えー、えと一般永住権、はい、永住あの資格ですね、うん、これが実は過去にですね、えーえー、2010年ぐらいだったと記憶してますがあの、運用によって、つまり法律改正という手続きを経ないまま緩和されてるんですよ。 それまでね、えー、えと日本のその永住権取得というのは世界で最も厳しいなんてことを言われてまして、はい、その何年居住していなければというような条件があったんですけども、えー、それが確かその20年だったかな、うん、あだったものが10年に短縮されてるんですね。はい、半分にだけどそれ国会でその議論されたっていうような記憶が私たちの中にないじゃないですか。えー、でしかしそれがそのようにまあ緩和されていったと。はい おそらくです、ね、今もっと簡単になってるんじゃないかなあ<ー>あの今の政権になってからですね。<ー>でね私はやっぱりその、まあ、各国ね例えばアメリカではグリーンカードっていうような言い方をしますけれども<ー>この永住権を取るということ。 これが日本の場合ですね、えーうん、どんどん簡単になっているだけではなくて、えー、まあ永住権っていう権利みたいな言い方するからあれなんですけどつまり永住を国が許可する外国人に対して、えー、でこれは問題があったらばその許可を取り消せるのかどうかとかいうことも含めてですね、えーえー、日本の制度って曖昧もことしてるんですよ。えー、そしてて時のの政権の運用によって、えーはい 変わっていっててしまうんですねでこれはやっぱり歯止めをかけるべきだろうというそういう提言をされていますざっくり言うえー、ここで,です、ね、視聴者の方からメールを頂戴しましたので読ませていただきますね外国人受け入れについて、うん、労働者不足と言われ実際に求人を出しても応募がないと嘆く企業があるのは存じ上げているのですが各業種でどれぐらいの人手が足りず仮に外国人を受け入れない場合にどういう損失を被るのか 国家経済に対する影響はどれほどのものなのかもう少し細かい調査をして検討すべき法案だと思うのですがその辺はなされているのでしょうかという40代男性の方からいただきました。 あの何度かね、中村さん出ますかね、各業種、あのね全部を国がちゃんと調査してるってわけじゃなくて、要するに14業種から手が上がって、このぐらい足りないですっていう数字だけがざらっと出てるわけですよ。いつもこれ出してね、私たち、これだったらほとんどの業種じゃないのっていう話ですし、これは業,種その業界側がね、 こんだけ足らないですす言ってる話なんですよでそれをじゃあ全部許すんですかっていう話と関連するんですねでさっきの一般い,っぱい住資格のね話と関連しますがつまり何が言いたいかというとですね今回の入管法改正も細かいところの運用部分に関しては 省令法務省の省令で決めるるとなってるんです、ええはあ、要するに例えば今の政権がですね、ええ、まあどうであるかっていうこととも関わりますけれども、ええ、まあまあ100歩譲ってですよ、ええ、要するにじゃあ安倍政権の間いいとしましょう、ええ、じゃあ次の政権どうなるんですかという話の時に、ええ、例えば。 まあ、かつての、ねえー、民主党鳩山政権の時のような政権が誕生ししたとしますよ仮にですね総理大臣自ら、えー、あら日本列島は日本国民だけのものじゃないとかって言ってしまう理念で、えー、そういう政権の下で、えー、じで法務省令といった場合にどんな運用されるんですかということになるんですよ。えーえー だからあまりにもそのなんかこう拙速にねこの方がおっしゃっているようにいろんなデータを出して詳細に検討したというよりはかなり拙速な感があるしそして実は決めることを決めてないんですよ。ということは運用の段階でででいろんなことができてしまうわけですねそれでいいんですかということのまず問題提起もあるけれどもう一つこの番組であえて申し上げたいのはですね あの追加就労希望就業者あ追加就業希望就労者って人がいるんですね。はあはあ、これはどういう人たちかと言いますと、えー、はい追加で働きたいっていう人です。もう、えーえー、もう読んで字のごとしてですね。で今までですねこの番組でも私も実はそこの部分には全然考えが至っておりませんでしたが。はあ 要すするに人手不足でとこの業種が募集するけど人が来ませんと賃金上げればいいというけどそんなに急にね何倍にも上げられないでしょということなのかとそういうミスマッチが起きてるんだと思ってましたけどもちろんそういうミスマッチも起きてるんです特定の業界はなかなか募集しても人が来ないということあるんですね。だだけどそのの業界ででた今現在働いいてる人中 自分はもっと働きたいけど働かせてもらえないと言ってる人が実はいてこれが総数180万人以上いるんです全国にでもね全国で180万人いるからといって地域的な偏在もあるから一概にそれで全部解消でしょとは言えないけれどでも180万人って数字すごくないですかちょっと目向きますね総数だけで言うんだったらこの34万人ははるかに上回ってますよこれはどういうことなんでしょうかってことなんですよはい これは、ね、一つにはまず、うん、要するに時間外の労働をするということになると賃金が割増になるということがありますね、えー、これを経営者が嫌がるというケースもあるでしょう、うん、あるいはその、えー、と時間をです、ね、あまり長く働かせられないというケースもありますよね労働時間そのものはやっぱりその労働法で決められてますから、うん、そういう問題があるということもあります。はい、だけど例えばですね、えー 今オリンピックに向けて特に建設土木関係の業界というのはもう本当に人手が足らないわけですね、えー、でもこれは未来永劫ずっと続くわけじゃないから一時的なものであるとすると、えーえー、その間だけですね、えー そのいろんなまあ規制をそれこそ緩める形でやっぱり働きたいという人に対しては働いてもらうという環境をまず作ってみるべきじゃないでしょうかとそれからもう一つはですねそうしたその割増賃金が割増になっていくこれを助ける助成金の制度が実はあるんですよところがこの助成金というのが非常に使い勝手の悪い状況になっていてほとんど使われてないんです。 であるならばこれを使いやすくする工夫をまずすべきじゃないですかとそれでこの180万人のもっと働きたいけど働かせてもらえないよと言ってる人たちをもう一人でも多く活用する1時間でも多く活用するということを。 できる限りやって、はい、その上で足りないという人を受け入れるそうそうということをすべきでしょう。うね、ただ、うそういう意味も、ね、それも本末転倒。うん、日本人の労働時間を制限したり、うん、日本人が。賃金を、ね十。十分にね、はら働く。うん働く かないようにして起きながら労働力不足で外人取り入れ、えー、しかし問題はここですよ。えー、さっきも有村さんおっしゃったように例えばオリンピックのために建設が足りないから入れてしまう。うん、しかし入れてしまうのは人間ですよ。うん、人間は当然労働者であっても彼たちの権利があって、えー、それで彼たちがもしそれ一旦日本に来 来てからよよ誰もおとななしく買いにたくたいですよ、うん、必ずいろんな方法を使ってさらにあの、うん、日本に滞在していくあ<ー>まあそれでな合 <coughs> 法的に滞在できるなら合,、えー、合法的で合法的滞在できなかったら不法不法の滞在まで<ー>さらになる、うん、まあそれ,それは別にのこの本とも多少関係あるんだけど、えーまあ、例えば中国の場合ね、うん、あの相続一族主義でしょ、えーえー 中国人ね一人で来たら一人でとどまらない。い大体ね、見る見るうちにさ、一族、全員みんな、呼んできてからな、しかも中国人はどこでもですよ自分たちを一族中心に一つの自分たちの社会を作ってしまう。要するに日本人はじゃあ今後ね、日本の国内の中で多くの中外国人の社会と共い ね、ちゃんとやってくるですよね、自信があるかどうか。あるいは、それは日本のそもそもの国土はね。大量に外国人受け入れる余裕あるかどうか、いろんな問題があるんですよ。そこはね、要するに。それこそ、本ならば、憲法問題だで、じゃあ、効果の百年の刑が。今の政治家たちが、二、三年の刑で。考えているんです。いや、本当にそうだと思う。そうなんですよね。で、やっぱり、で、私、かねてから申し上げているように。 外国人というのはね要するに外国人労働者って言うけれども、はい、労働力っていう言い方が間違ってるんですよものを輸入するみたいな感じじゃないですか、はい、あるいはその電源をね、はい、要するにパッとコンセントを電源に挿したら、はい、電気が供給される世界とは違うんですよ、はい、人が来るってことは全く関さんおっしゃったように当然その人たちにも、ね、人権はあるしそれから やっぱりねそのいろんな文化とかね感情とかそういうものを背負ってくるわけですよ意思を持ってこのことをやっぱりあんまり甘く考えちゃいけませんよね本当に部品取り替えるんじゃないんですからねそうなんですよですからできる限りのことをやりましたかって話なんですねでこれはねもちろんその一部自民党の議員の中にも この今私が申し上げたです、ねえー、その追加就労者この人たちの問題を一応問題意識として持っている人はいるんですけど、えー、やっぱり今もう遅い部分があるわけですよ。えー、これをまずやるということをもっと早い段階できちんと問題提起をしなければ、えー、要するに法律が通ってしまってからだとね、えーえー そっちが優先しますからね。ということになります。ですから。簡単な話、例えば日本で子供を産むのは、今ほとんどお金いらない。やっぱり日本で、地時代に、お、お金もらうからそれはね、中国人民がここに来た、国内では、ね、それ。みんな産むよ。それはそう。日本人は、人、人あの、夫婦が、まあ、一点とか、しか。 まあ外国人来たら当然彼たちの権利です子供も部分の権利ですじゃあ、一つの家族が夫婦二人で、日本人夫婦二人で二人しか生まない、一人しか生まない、外国人夫婦が五六人が産んでしまう、それで社会福祉が彼たちにとらわれてしまう。 生まれれたた子供たちはこれから日本で教育を受ける、えーえー、それで日本社会は正直これでまあ日本人はそういう覚悟があるかどうかよいや本当ですよねあの例えば30年,30年50年したら羽、えーえー、山君の言う通りね、えー、日本人が日本人は少数派になってしまったらどうするかですよね。そこが日本人は真剣に考え,る考えなければならないですわな、えーそこの 問題意識で考そうそうだからそういう問題意識でね果たして議事堂の中で議論されてますかっていうことなんですよ。うんうんうん、でこれはねもう与野党問わず本当にやっぱり国会議員の皆さんには、うん、あのもう一度ねやっぱり自分たちの役割は何なのかっていうことを、うんはい、あの思い出してもらいたいっていうと変ですけどね、はい、あのそのよう有元さんね、うん、あの昔の日本のまあ日本国旗も国旗もいろいろ読んでも分かるんですが、うん、昔の日本人ね政治家にしても。 あるいは経営者にしてもみんなねもろこと考えときにねこの国将来20年後、はい、30年どうなるかという考えでやる、うんですよ。今の政権そんな人といないえくいないですよ、ね。んまりいないなそれでね感性が悪すぎるやっぱりこういう問題を聞いたときに何、うん、かほかにその方法あるんじゃないかとかですね、えー、あるいはそのこのままでいいんだろうかっていうような。うん 関西でものを見てないですよ。まあ<ー>、やっぱ自分たちの本当に目先の戦争とかですね。場合によっては、自分の次の選挙とかですね。<ー>そんなことしか考えてない人が、やっぱり多すぎますね。<ー>だこれはもう残念極まりないんだけれども。あのね、もう一つのこのニュースとも関係するんですが、まあ、読まなくていいんですけど、はい、あの水道法の改正案ね。<ー>これもやっぱり。実はいろんな懸念がある法案なんですよ。でね、なんでかっていうと、以前ですね。私、確かこの虎ノ門ニュースで須田さんとお伝えしたことあると思うんですけどね。 これはまさに要するに人口が減っていってる地域ありますよね。ええ、はい。こういうところでその水道事業が持たなくなってるっていう話と関連してるんですよ。はあ<ー>。水道事業というのは独立財産なんですよね。ですからその水道料金で賄われてるんです。私たちが払う。ええところがその水道料金というものが要するに人口とか世帯数が減っていけば集まらないわけです。ええうん、今まで通りにね。うん、ただまあ今までの水道事業の運営の仕方というもの自体もかなりまあは。 いやもすると豊満経営的であったかもしれないけれどそこをまず改めていくと同時に要するにその減っていく収入をどう確保するかっていうところも考えなきゃいけないわけですよ。で全部つながっててですね要するに労働人口が減少するとかあるいは健康保険も人が働き手が増えれば健康保険料が多く集まるんじゃないかっていう前提でものを考えてるんですけれどもいやいや。 受益する人の方の受益部分の方が大きくなるって危険性だって大きいわけですよ。それを考えてますかってことなんですね。ですから今までの日本国のやっぱりあの過去にですね制度設計された枠組みでは。 立ち行かなくなくっってるってるはあらゆる分野にも見えてるんです、えー、ああでもこれが、えー、要するにこれまで例えばこの平成にあじゃなくてと2000年代に入ってからの20年近くでもまともに議論されてこなかった、うん、高校に来ていや大変だって言って拙速な案をぶつけるとこういうことになってるんですよすべ、うんえー、てが、えー、水道事業だってだいぶ前から言われてましたからねこれ。 だからそういう全てのツケをここで一気にまあかなりドラスティックにですねえその解決していく案をぶつけようと言ったってそれにはやっぱり無理がありますよでも遅いんですけど遅いんですけど私はやっぱりその国家的な見地に立ってですねえこのことをもう一度大前提からきちんと議論するという必要があると本来は思います。ただ やれれないかもしれませんね今のあのあ国会では、えー、たまりにたまった夏休みの宿題を8月30日になってやってるようなねそういうことですおっしゃる通りです全く、えー、ですから医療費だって健康保険だってみんなそうなんですよ<ー>まだいまだにちゃんとやってませんからねはいれますね、うん、そうなんですよ